顔パンパンだな。でっか。いやもうね、ジャンプラがさ、バグってんのよ。ああ。じゃあ俺定期購読してんだけどさ、前まで4時49分に変えたの。うん。4時49分くらいに変えるの。4時50分か4時51分かね。4時51分だっけな ?4 時49分かわかんないけど、変えた。変えたんですけど、なんかね、その、アプリ内通貨のコインが、あの、実装、学生、実装され始めてから、すごい遅れんの。15分くらい遅れんの。49分だとするじゃん。いつもなら17分遅れて、今回さらに遅れた。前は5時だった。俺がやった、まあ、俺がやった時にまだどうかわかんないけど、前は4時58分くらいに開けたの。でも、今日は、5時6分?あー、どんどん遅くなってる。まあ、そもそも0時00分。いや、0時00分見れるのってロマンじゃん。うん。結局。いや、すごい。マガジンはいいよ。マガジンは、0時00分更新なんです。ヤングジャンプはね、0時002分か1分くらいなんですよ。0時00分更新ってやっぱロマンじゃん。言っちゃえばヘリクスなわけよ。別に。はオーブじゃない、多分ホコリが飛んだ、オーブ的なね、ホコリね、オーブ的なホコリが飛びましたけど、ロマンなんだよ。で最高なんで、0時00分更新って言っちゃもう日曜更新ですから、もうそんなもんは最高なんですけどね。ジャンプはかたくなに5時なのに、よくわかんないアプリコインで決済できるよとか言い始めて、定期購読が買えないのに、あの290コインでがずっと10分くらいあんの。俺が10分間耐えなきゃいけないの。カス。クソ野郎に。6分伸びた。うん。7、8分伸びてんのよ。見れなくなって。クレーマーだよ。鬼クレーマーだよ、俺は。うん。ムカつくんだよ。290円で。俺も230コインしかないの。ちょうどない。うん。もうマジで腹立つ。超腹立つ。これでどんどん遅れていくよ、多分。7分遅れて、今度は5時15分くらいになってこうしてね。俺はもうなんかいつもね、5時になって今日はできなくて、ふーんってもう感触を起こして、もう切れてね、もうちょっと精神状態危ないから、ドクターペッパーを飲みました。ほんと危ないので。ほんと腹立つ。なんなんなんか言ってるけどね、発明をしたいみたいな、なんか画期的なもの、集英社が良くなったらアンケート機能だったみたいな感じで言ってるけどさ。まずはなんかできる頃、ことからやってほしいよね。なんか0時00分更新だの、もっとさ、読みやすさに対応するだの、その見開きにした時にあの線をなくすだの。まあ大変なのはわかるんだけど、なんかすぐにできることからちゃんとやり終えてから発明してほしいなっていうのはする。うん。まあでも結局なんかさ、全部クソなんだよ。あの、クソって言い方は悪いんだけど、ジャンプ、なんだ、更新、え?なんつうんだろうな、あの、漫画アプリみたいな、基本的に UI が使いづらいって言われてんじゃん。まあ、使いやすいものなんて一つもないよね、なんか。なんかやだなーって思うし。あと、俺が一番ムカつくのはしょうがないんだけどさ、あの、画面ぴったりにならないやつね。うん。白い余白がついてんの。俺 iPhone X だから。iPhone X だから多分いけないと思うの。iPhone 8とかちゃんとなんか、アスペクト比がしっかりしてるっていうのかな。あ、そういうのだとしっかりできんだけど。全部 iPhone のせいですよ。iPhone がなんかよくわかんない、なんか尖り方するせいで。変に全画面でよくわかんないサイズで出す。ねえ、イヤホンジャックなくす。ねえ、今度はライトニングケーブルも入れない。あ、もう、あー、それちょっと迷惑そうになっちゃうな。キって言いかけてもうほぼ言ってるようなもんだけど。もうでもさ、いいんだけど、もう金持ちだよね。結局 iPhone だってなんかよく言ってんじゃん。なんか同時、もう Bluetooth イヤホンが普通になってきてるって。なってないの。別に。お前が使ってるだけだから。本当になってねえから。高いんだよ。3万バカかよ。イヤホンに3万はダメだよ。うん。きつい。で、なくすじゃん、絶対あれ。家の中で使っても絶対なくす。すごいいいし、そもそも買ったとしても予約で1ヶ月後。アホかよ。なあ。Bluetooth イヤホン完全独立型ってやつね。ここにやってるやつがね。私そもそも、まあ、その程度の音質で満足してるやつらみたいなね。音質中みたいなやつも出てるしね、俺が。でも4時、4.5 時間なんですよ。
iPod Pro。まあ、買いますけど、いや、買わないよ。3万は出せねえ、ガキが。だからもう、大人なんだよ、そういうもんは全部。iPhone って結局はもうなんか、大人から金虫っていく作業だよね。結局。ああ、でもちゃんとしたやつは高いんで。やって言って。でも俺もなんかさ、久しぶりに外出て、まあ、電車乗ったらみんなあれつけてたね。AirPods。バカみてえに。うん。でも、本当にスタンダードなんだなって思って。ムカつくって思った、ちょっと。あいつが言ってたこと、あながち間違ってなかったなって。みんな AirPods Pro ね、あんなそんな音質も良くないし、つけ心地も悪いような、よくわかんないのつけてんなって思いました。もう何でもいいんだなっていう。なんかちょっと流行りに乗れば何でもいいんだなっていう感じしましたけど。悪口マンじゃん。やめなよ、本当に。やめます。やめたんで、許せよ。うん。いやーでも本当アプリひどいなって俺は思うよ。もうよくわかんない290円のコインとか言い始めて。ねえ、意味ある？別にさ、あれボーナスコインで買えるならまだ違うよ。ボーナス1000コインで買えるとか言うなら違う。変わんねえから、普通のコイン。なんかボーナスコインもらえるキャンペーンとかあんのかな？それだってまだわかんないよ。別に変わんねえのよ。対応しようが。まあ、間違えて買っちゃったよ、おいおいっていう人の救済措置みたいのはあるかもしれんけど、別に変わんないの。あと、ひどいのがさ、俺は静寂だからとかじゃなくて、アップル税がかかってんの、960円。あれ、ブラウザ版から入ったら900円で買えるんですよ。うん。俺もうちょっとムカつくからさ、やめるわ。うん。でもってさ、パソコン版から出たんだよ。うん。そしたらさ、混み合っていますので、みたいなこと、よくわかんないこと言われて。わかるけど。ってもうなっちゃった。爆発しそうになっちゃった。うん。日本吹き飛ぶとこだったよ。ボーンって言って。真上にね。で、ぐちゃぐちゃにはならんけど。真上にボーンって飛ぶ。いやー、すんげえ腹立つね。うん。最高って思っちゃった。もうニヤニヤが止まんねえよ。腹立ちすぎて。いや、0時00分更新はロマンだけどさ、その会社の人が大変だよね。でも逆に大変なんじゃない？ 5 時に更新してる。どこに頼んでんのか知らないけど。でも00時興奮。でもやっぱりさ、便利の裏にはブラックがあるんだよね。アマゾンのなんか、あの倉庫の人もテントで泊まってるみたいな記事があったくらいだからさ。ね、でもそれってさ、そういう人がいるよねじゃなくて、単純に会社がケチで、金払いたくないけど、人材確保したいみたいな。ケチだからでしょ？うん。ケチだから人道的になれないっていう、ね、ことなんだよ。あー、金払いたくねえけどな。でも、通勤時間うぜえし、だからといって宿舎みたいなの作るか金かかるか、あ、テントでいっか、みたいなね。もう、鬼畜です。うん。恐ろしいよね。人を人だと思ってない。やっぱ上に行くほどそういう恐ろしい現状になっちゃう。だって現場見ねえもんな。うん、人が死んで、ああ、ダメだったか、人死んじゃったか、ちょっと変えますか、みたいな。恐ろしいよね。うん、いや、上に行くと。恐ろしいわ。別にその人を、そういう案を出して人が死んだとしても、まあ、別に自己管理不足ですし、って言ったし、もしあったとしてもなんかね、職を失うだけで済むじゃん。命まで失わないじゃん。だけど何がちょろいかって、ワンピースの更新が出たらもう全部吹き飛んじゃうことね。おもろいから。でもなんか変、でも出版社とか事務所とかそういうサービス的に、だから出版社ってなんかね、あんま、結局漫画家ありきじゃん。うん、だからこういうアプリの時代、でもな、アプリのそういうプログラマーって激少なだからな。うん、できる人が誰もいないでしょ。ほぼほぼ。いたとしても数人だし、数人って何か変わるかって、全員がそういうの分かっててみんなで作ろうと、委託してるわけじゃん、ほぼ。うん、だから更新も俺は0時00分更新にしたらいいと思うな。単純に。0時00分更新にして、早く見たいってだけ。ムカつくんだよ！なんか。ツイッター。だから俺ツイッター嫌いな。0時00分更新にしてくれたら、ツイッターは、バカどもが、大丈夫なんだよ。もう、日またいでからいいよねみたいな感じで、呪術改正アニメ化、みたいなこと言うような、キチゲーどもがさ、ツイッターでね、つぶやくんだよ。うん。ムカつくわ。5時まで待たなきゃいけないの。ツイッターも見ないで。もう早バレもムカつくよ。ワンピースの予告見ようって思ったの。アニメの。したらワンピースが出てきて。ワンピースのなんか、光月、おでんとね、トキが、こうなんかね、のシーンが出て、あーってなってもうやめた。俺、早バレ抹殺したい隊員なんで。隊長じゃない。隊長は神木さんです。はい、うん。
いやもう早バレうぜえよ。なんで俺も早バレ前まで見てない。人っていつ死ぬか分かんないからとか、そういうよく分かんない理論でね、自己正当化してたけど、早バレ何をムカつかって見づらいの、バカみてえに画質悪いしさ。だ早バレ見んのやめ、中途半端にそれって楽しみなくなるし、クソがよって思ってやめました。なので早バレはみんなやめた方がいい。中途半端にしてね、まあ早バレ見てる人って基本的にあの小じきだよな。うん、小じきしかいないでしょ。お金払いたくないけど見たいなみたいな。もう俺それをで、ね、ちょっとの時期7つの滞在それしてたから、うん、でも俺だけ叩かれるんだよね言ったら、うん、絶対やってるやつはいるけど、えもう7つの滞在のなんか早バレのコメント欄めちゃくちゃキモかった。ガキがいっぱいで、だから俺それで7つの滞在ガキくせんだよなみたいなこと言っちゃってた。それをちょっと食いてる。7つの滞在いい作品だから。でも長いけどな、もうまだ続くんかってね。え7つの滞在なんか初期が意味わかんないんだよな。よくわかんない騎士が出てきてムカつくわ。ひどでもね、エスカノールはなんか言うじゃん、〇〇は発明みたいなことあんま言いたくないけど、いいキャラすぎてもう発明の領域だよね。あれはあいつ出てきたら面白くなるの。すごいね、クソおもろいいキャラしてるよな、エスカノール。ね、ネタバレですよ、ネタバレ言いますよ。まあまあネタバレ言いませんけど、まあね、あんなことがありましたが、うん、いいよなエスカノール、最高、グッティンググッター。うん意味わかんないこと言うのやめてください。いやーもうね、来週の安否熱いでしょ。多分これ合併号です。合併号です。でも合併号でも一応来週は更新されるんでね。あー合併号です。あ3号だ。あいやでも合併号か。ファッキンジャブ合併語でした。4、4、5、5。最高ですね。ああ4、5、6、7。ね。あと明らかに小田先生の救済スパンが3週に1回。あ、これも辛い。4週に1回になるって3週に1回。おかしくなっちゃう。4週、もうバキだよ、もうバキ。まあ、バキはあれね、1週に2回くらい住んでますけど。それは言い過ぎ。2週に1回ね。うん、あんなよくわかんない。でも、あれもひどいよな。秋田書店がひどいんだよ。もうさ、やばきないと売れないですーってなって。で漫画家が悪いわけでもないけどな。しょうがないよ。無理やりやってんだよ。だからもう、でもやっぱりブランクっていうのがいけないんだろうね。才能は枯れるのかどうかもわかんないけど、やらない期間ってか、でもやっぱり、才能が枯れないってことはレアなのかもね。うん。ワンピースはめちゃくちゃ面白いけど、それが異常なんだろうね。あれくらいしかないじゃん、ずっと面白い作品。どこかで惜しかったり、完璧にはならなかったりするし、そもそも漫画続けてたら絶対体壊すし、お体おかしくなるしね、漫画なんて書いてたら。すごいじゃん、みんな体ぶっ壊すじゃん。富樫先生もさ、腰ぶっ壊すし、集英社酷使するしね、漫画家を。ワートリーの先生もやられたし、そういう最低なことするし、どうせ呪術廻戦のアニメ化はクソだし。あの、多分、鬼滅の刃成功の前に作られてるんで、クソだし、多分、講談社の作るアニメ、次、カノカリが出ますけど、なんかあんまりルカちゃんの顔がね、あんまルカちゃんとかあんま俺、ルカちゃんってあんま言いたくない。オタクっぽいからね。うん。あもう、身なりがオタクっぽいんで別にいいですけど、あんま顔がね、うんって思ったんですけど。いや、でもね、講談社のアニメ、ドメカの普通に良かったけど良くなかった。あの話はしょりすぎて、あなんかあんま続編作る気ないんだなっていう、それもダメだ、アニメやんない方がいいよ、もう。で7つの滞在は、うん、頑張りましたねみたいなこと言いやがってよ、講談社のやつが。なんかあの3期もうこれは逆に伝説の3期だよ。俺マジであれでエスカノールの新クソだったらもう怒り切れ散らかすからな。7つの滞在ファン全員的にますからな。そこだけはしっかりやってくれよ。絶対クソだよ。うん。もう俺見てないもん。なんかもうよくわかんねえ魔人。今更魔人出てたって面白くないんじゃ。よくわかんない。うぞうむぞうのモブ魔人が出たって。実界が出てるじゃん、もう。もう実界めちゃ強えおもろーみたいな感じになってよくわかんねえモブ魔人出すなよ。なめたのか。なるぞ、大体。もうあれでちょっと盛り上がんな。終わったんだよ。なあ。マジで、尺稼ぎとか、カスだよな、本当に。冒涜だよね。だから実写映画化しろよ。
実写映画しとけばいいんだよ、それ。アニメ宣伝はやめ。アニメはいいの作りゃいいんだよ。鬼滅の刃みたいに。ちょっと演出はめちゃくちゃ持ってたけど、でもワンピースは最近の見たけど、演出は持ってるけど、設定もむちゃくちゃだなって思った。まあ俺が単純にワンピースの知識あんまないのかわかんないけど、なんかギアセカンド状態なのに、あんまり速くないって言ったらちょっと違うんじゃないかな。ギアセカンドまとってんのに移動速度が同じって何って思っちゃった。無駄に寿命を削る、まあ、削ってるってだけでもすごいなんか、体力を使うから削るってだけで、まあ、寿命を削る技じゃないんですよ。体にとてつもない負担をかけるからこそ、寿命を削ってる、命を削ってるのと同じだぞとルッチが言ってただけで、別にあれは寿命を削る技じゃありません。まあ、2年の修行を経て、一応通常状態でもソル的な動きはできているので、それとも一瞬ギアセカンドを出して移動してるのかわかりませんけどね、片崩れの時にね。もう通常状態でまあソル的な技ができてるので、なんでジェットまとうのかなみたいな。ちょっとかっこいいからまとわせるみたいなのも好きじゃないし。あとよくわかんない。バリア意味わかんないんだよ。なんでカイドウとちょっと、なんかバリアンでここにガン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 って、なんだあれなあ。なんの能力だよ、あれ。鱗が硬えじゃねえだよ。バリアが硬えだろ、あれはよ。なあ。確かにルフィ言ってましたよ。カイドウな、鱗硬いな、みたいなこと言って。何あれいや、ドラゴニックドラゴンオーラなんだっけ、あの、第3大冒険のドラゴニックオーラだっけ、なんすかねあれ。マジで。なんかあんま、好きじゃないな、アニメはやっぱり。まあ、派手にやってガキ向けだよな。あ、別に宣伝みたいな。あんま好きじゃない。やっぱその、伸ばすとなんかさ、ああいうシーン伸ばすとさ、クライマックス感をちょっと出すんだよ。だから良くないと思うの。なんか、ちゃんとしたとこでやってほしい。伸ばすのは。でもまあ、来週、雷鳴八景出るんで、別に予告で雷鳴八景って言ってたけどね。あかーん出るんで、ガーンなんてこんなんないけどね。そんなシーンは。うん、俺が変な感じで言ってるけど、そのシーンが来るので、震えまして、おーと、おーと来た雷鳴八景。まあ、力入れるでしょ。バカみたいに持ってね。やりすぎだよって、なるけど、盛ると思います。でも、盛りすぎて絶対死ぬだろうってくらい盛ると思いますが。まあでも、雷鳴八景来るんで許しましたわ。あ、許してないけどです。なんかやりすぎだなって感じはするよ。別に、映画は許されるけど、アニメは、って感じだよね。肩に力入れすぎでしょっていう。なんかよくわかんない感じはするよな。でも、来週おもろいぞー、ワンピース。おもろいぞなあ。ネタバレになるんであんまり言いませんが、今週もおもろかったですけどね。うおー、あれ来るのか、あれ来ちゃうのかーみたいなのも来て、すんげーって思ったけど、もう俺ワンピース見ただけで、で、あー最後のページ見たよ、おーってなって、もうね、本当は不満とか全部吹っ飛んだ。でもワンピースが救済だとなぁ。ワンピースおもろすぎるっていうか、おもろすぎるっていうよりか、俺がワンピース好きすぎ。ワンピース見て泣く。うん。でもちょっとね、もう良い、あの、過去編に慣れすぎちゃって、泣けなくなった。もうなんか白ひげが出るたんびに泣いてた。あー激突って。泣けるって。でもね、いいね、話したいことあってるね。じゃあここからネタバレ多めに喋るのって。てか、ネタバレしか喋らないので。逃げてください、皆さん。ワンピースのネタバレ聞きたくないよー、助けてくれーっていうね。避難してください。ちょっと待ちますよ。はい。じゃあそろそろね、避難を終えたということで、そんな数秒で避難を終えられませんが。いやー、まあ喋っていきたいと思います。ネタバレ喋るぞ。はい、喋ります。言ったからな。いやー、まあいろいろあるんですけど、まあ随所ね。いや、おでんに手配書あるんだね。見てー。てかもう、そろそろバレットとかレイリーの伝書、レイリーのさ、お伝書、手配書さ、欲しいな。でもなんだかんだ言ってさ、ビブルカードの手配書って全然違うよね。ビッグマムのさ、あの手配書の顔全然違うよね。へーみたいな顔してたけど。みたいな顔、カイド。でもこれ反転してんのか。わかんねえや、そういうの。でもなんか僕のヒーローアカデミアの映画ちょっとよくわかんないわ。チンポコポコポコチンポコポコポコ
チンポコポ。あ、ちょっと鬼滅の刃のネタバレしようかな。いやでも今日すごい喋ってるけどね、鬼滅の刃もあんま尻もちつかなかったね。無惨様やっぱね、威厳なくなっちゃうからね。本当やで、ね、みたいな。でもちゃんと威厳はなくなってなかった。めちゃくちゃブチ切れてたけど、カーって言って、もうね、もう歯食いしばりすぎて歯砕けてました。やばめちゃくちゃキモすぎでしょ。心臓7つに脳5つ、キモ、尋常じゃなきゃ。お前、いやでも強いな無惨。あーもう前の時代であれなんだ、もうやばいな。クソが、あー捨てなきゃ。いやでもおもろいなジャンプ。いやでも俺0時00分更新してくれい、0時0分興奮してくれい、00時00分更新してくれい。なあ、あとマジでそのバグやめてくれよ、定期購読。なんなのその5時の嫌がらせね。トラックドライバーっていうかね、なんなんだろうなその5時の制約は。社員が、一番早く来た社員がやそのポチッと押すのかな。もうでも定期購読見れなくなって290円買わそうとしてくるキモさ、何？定期購読してんのに5時以降じゃないと解禁されねえし、6分遅えし。いやーもう、もう思い切って0時00分更新にしてくれ。それとも0時00分は先着数名限定みたいな。100名限定みたいので、もう実は解禁されてたりする？それあったらな、おもろいけど。かゆいな。いやーでもやっぱジャンプ買わなきゃ。でも紙のジャンプ読みづれんだよな、バカみてえに。でけえのはいいんだけど、尋常じゃなく読みづらい、うん、なんであんな嫌がらせみたいな色にするんだろう。読みづらいねー。やっぱ白地に黒だよねー。しまうま。いやーでもワンピース面白かった。鼻くそほじるわ。ワンピースおもろかったので。ちょっと金玉は描くけど大丈夫？反射で映ったりしてない？金玉かゆいな。トゥルルルルルルーン、ポイーン、ポイーン、ボイ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 ブブ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 オンリーユーアーウェイ、あチッカチッカチッカウンヌアーウェイ、チャリタリタリタチャリラシー、It's the what's in the way you ふぅふぅふぅ、 When you need it, when you need it, I don't need it no more, and I'm not in the way you need it, need it, when you need it, when you need it, need it, don't know no more, as I don't like a way you need it, when you need it, アーウェイ、あちかちかちかむのあーわあちゃ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 らしい。扉絵連載めちゃくちゃ長いな、ギャングベッチのオーマイファミリー。なんだキスキスキンってよくわからないにゃすぐ巻きた。
いいね。来週のワンピースもおもろそうです。すごいことになりそうだな。見ちゃって、いや、おもろい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 、おもろすぎる。やめろ。いや、やめちゃダメだ。あー、最高ですね。最高ですね。勘願いになっちゃう。もうね、不具合のことなんか吹っ飛んじまうよ。不具合ってわけじゃないんです、仕様なのかな。いや、でも11分前、5時の11分前に見れたのはあれ結構嬉しかったんだよな。もう思い切って0時00分更新しちゃわね。0時00分00秒更新。めちゃくちゃ噛むな。噛むっていうかもうね、間違えます。間違えだよ。噛むってあんま言いたくないけど、まあ噛みますね。あんま早くちゃもう適当に喋ってんだよ。パン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 みたいな、ふにゃふにゃ喋ってんのがいけないですよ。あー、蓄能を直さなきゃね。ポイーン、もう変なテンションになってる。ドクターペッパー全然美味しくない。炭酸が弱いから、こいつ安物です。もう正真正銘のドクターペッパーじゃねえよ。いや、分かった。なんだよな、氷入れてねえんだ。氷で飲むとうめえんだよな、ジュース。冷てえもんしかねえよ、冬なので。だから腹を冷やす。腹がバカ痛え。あー、強そうだ。ジャンププラスとか月曜日更新はなんだ、地獄楽だっけな、忘れた。あー、なんだっけ、あ、地獄楽だ。スパイファミリー、俺スパイファミリー、あ、2話見てねえよ、地獄楽。なんか飛ばしまったんだよな。地獄楽1話飛ばしちまったが、2話見れるぜ。いや、どうでもいいや、ちょっと後で見よう。集中できねえ今じゃ。でもマガジンのさ、マガジン限定連載もう俺見てるもんは、あのいじ長とさ、いじらないで長トロさんか、しきもりさん。うん、しきもりさんはかっこいいだけ、なんだっけあれ、なんだっけあれ、すごい適当だね。ちょっとね、失礼なんでちゃんと探します。かわいいだけじゃない、しきもりさん。2つしか見てない。フェチップル。なんかな。あ、放課後の拷問少女。もう一応まあ、あのなんか、敵行動についてきてる。でも、侍な、終わっちゃったもんな。でもさ、豚&ゴリラの絵ってさ、怖いよね。なんか、怖いんだよ、あの絵。なんか、作者がツイッターに書いてたウルトラマン。でもね、本当はね、あんまこういうこと言っちゃダメだけど、キモいんですよ、絵は。でもキモいって言ったらひどいじゃん。だからちょっと怖いって言っときます。 Only you。 いや、でもなんだっけ、あの先生なんだ、あはは、蚊の刈り替えてる先生の、やっぱルカちゃんは可愛いですね。あー、いいね、ルカちゃん好きしたくない。サンルカさんはね、可愛いね。なんかいろいろあのさ、もうとんでもない奴らいるな、ネットに。なんか、お前じゃんってなるけど、なんかもう、四つ葉がなんかさ、これもネタバレだよ。四つ葉がどうの、逃げたから。あ、ちょっとこうネタバレにしちゃいきすぎたかな。逃げたから、その、彼女になる資格がないどうのこうのとか言うやついるけど、うるせえって思うやろ、そういうの見るとね。なんかもうむちゃくちゃだよ。でも俺はね、別になんかあんまそういうのないんですよ。もう最高だなとは思いました。五等分の花嫁も。あー、水曜日、待ち遠しいねー。で、サンデーは合併号なんだ。あれあれ、もしかしてあれ合併号なんじゃないの、もしかして合併号なんじゃないですか。合併号だったりしちゃったりして、合併号でした。破壊札滅式です。あー、もう地獄です。こんな地獄はないよ。何が合併号でガチ入れ。この世で一番嫌いなもの、合併号。合併号のくせに何もね、パワーアップしねえのに値段だけ上がるっていうね、一番腹立つよね。一番じゃない、でもむちゃくちゃ腹立つ。あー、合併号腹立つわ。社員ね、社員が休む体型取れないもんだってね。
ずっと連載続けてた。社員が休むために結局は合併してんでしょ、あんなもん。漫画家なんて救済取りゃいいんだからさ。うぜぇ。社員2倍にすりゃいいんだよな、ちゃんと。でも金払いたくねえもんな。うん。わかるわかる。本当はやろうと思えばできるけどね、やっぱり給料倍になるだし、だろうし、それだけじゃダメなのもあるしね。別に漫画家、あ、でも漫画家が休めないのか。だからもっとちゃんとしなきゃね。ちゃんとさ、なんかもうさ、テクノ、ハイテク使ってこうぜ。もうなんか漫画人工知能じゃないけど、識別できるみたいなさ、データを読み取ってっていうか、俺できそうだと思うんだよ。出版社がやってないだけだと思う。やっぱり、英知が結集されてるけど、そいつらが動かなかったらダメだと思うんだけど、動かねえじゃん、絶対。編集長もなんかね、セムライエイト押すようなやつだし。まあでもわかんない。まあそれはね、押したけど。うん、まあ、サムライエイトはね、ガリハチ。俺もう、あれ、キモすぎて、マジで笑っちゃった。もうなんか最高の思考の部類で、あれは。赤座の言葉使うね。思考の領域に近いキモさ。最悪だよね、あれね。全部が裏目に出てるサムハチ。でも俺は、なんかアニマンチャンネルで見てます。それ。まとめサイトで見てますけど、すごい面白い。ね、優を失ったなって言って。なんなの、あれ、優。ユーもトミもギも失って、岡はもう上京してるから失ってるし、その本屋からサムハチが返品されるときに積んでいるのを岡と例えて岡を失うのと、そもそも岡山かどっかからもう上京してるから岡を失ってるって、何それって、何トミとか岡とか言ってんの、富岡義勇って、ね、関係あるようでないですって、ね、富岡義勇4つもう全部失ってます。なんか意味わかんねえよね、サムハチ。ずらしなすわとか。ずらしいね、あれ。マジおもろい。でも本当に、初代編集者がね、ついてればね、こんなことにはならなかったかもしれないんですが、残念でした。やりたいことをやった結果、それもなんとね、新連載人用 の首を絞めるようなね、そういうね、うざい存在になってしまいました、サムハチは。呪術回戦おもろいんだけど、ちょっとなんかランク下だな結構。いやでも俺なんかそう、ジェンソーマンとかが肉壁に使われたとしたらないと思うけど、面白いから。俺疲れたマジで許さないからね。俺そんなに許さないけど、もしよくわかんないサムエイトのせいで、あのね、あージェンソーマン終了ですよ、俺は一生許さない。絶対にナルト読まない。俺も二度とナルト読まない。一度も読んだことないけど、俺は絶対に、ああ、もうナルト絶対に読みませんって、マジで嫌いな。嫌いな漫画家が爆誕しちゃう。二人目ですね。一人は僕はラブソングが歌えないっていう漫画書いたやつです。単純に俺はもう、ああ、寝取られ者は気持ち悪いなって思って。そういうのとなんか全部にすごいムカついた漫画家がそいつだけです。あと、そのツイッターで、ちょっとバズってた絵みたいなのも、なんかこいつ性格悪いんだろうなって。カズだなって思っちゃって。単純にニートの悪口してたんで。うん。無職の悪口ね。無職の悪口言わんといてくれよなあ。自分じゃないからって悪口言うなよ。そういうとこあんだよ、人間って。自分じゃないもの全部悪口言っていくスタイルみたいな。あ、私はデブじゃないからデブの悪口を言おうみたいな。でも全員基本的にブスだからブスの悪口は言わないんだよね。ムカつくわ。悪口言われていい気分じゃない。だったら痩せろよとかね。何だったら、なんでお前のために痩せないといけないの。お前が思ってるだけでいいじゃん。別に思ってるだけならいい。思ってるだけならいいんだけど、そう思ってますもん、俺は言っちゃダメだと思う。うん。ムカつくな。でもじゃあお前言ってるじゃんって言うけど、それ言われたから言うんだよ、別に。お前が言わなかったら俺もね、それうざいよなってことは言わない。でも言うやつがいるし、あとなんか、やっぱツイッター見てて女ってクソだなって、そう、加藤純一視聴者特有のキモさみたいになっちゃうかもしれないけど、やっぱりなんかさ、良くないと思うの。なんか人の不幸をツイッターでばらまいて自分の承認欲求する。なんかすごいお酒アルコールが好きな人が死んじゃったよ、すごい綺麗な顔だったし若かったです、死にたくないって言ってましたみたいなこと言って、最低だなって思った。人の死に様をさ、それでツイッターに出して承認欲求って、本当に俺ずっとそれがムカムカしてて、うわこいついい人ぶってるけどとんでもねえ毒図だなって。気づいてないクズなんですよ。みんなに教えてあげてるとか言ってる、大義名分を持ってるかもしれないけど、人の死に様を晒すようなすごい最低な野郎なんですよ。
なんか、あ、こんなに自分で気づいてない悪っていうのは嫌なんだなっていう、もう最悪の存在であって、ツイッター前もあったんですよ。なんか老後でどうのこうので、なんか介護士をやってる人が、そのおばさん、おばさんがもう海外の人に、あの、全部追いはぎみたいな感じで、お金、そこそこのお金持ちだった人が海外に住んでたんだけど、老後もあったんだけど、なんか全部盗まれて、お手伝いさんに。で、やったんですよね、みたいな、そういうこと言ってたけど、確かにそういうことは嬉しいかもしれないけど、嬉しいって、あの、違う、あの、そういう、あ、やばい情報もあるんだって、やっぱ気をつけていかないのって、身を引き締めるっていう意味でのうるさい、あの、嬉しいね。そんなね、いや、バブザマー金持ちのっていう、みんなとは一緒にしないでください。本当に思ってないよ。嬉しいって言い方はね、語弊にも語弊ですよ。うん、ちょっとね、語弊行き過ぎてね、もうって、これは言わないで、もう最悪になるから。最悪、つまんないし、なんかちょっとね、おちょくってるみたいになるから言わないでおきます。まあ、大体まあ分かりますけどね。分かんなくてもいい。分かんねえやつは分かんなくていいんだよ。そんな。みんな知りたいかもしれない。絶対も知りません。まあ、知りたいやつはいないでしょうけど。まあでもなんか、何を言おうとしないのか、すごい嫌な奴らだなって思った、ツイッターにいるバズり女。なんかもう全員嫌いだ。あの、オタクもいるよ。これが必須な奴らリツイートみたいな。承認欲求埋めたいんだな。俺は綺麗な形でやってるようでやってないけどね。そいつはツイッターでな、な、顔も出さずにっていうのは古いみたいなことかもしれないけど、なんか、あんまおもろくないよね。ユーモアあってこその承認欲求の埋めっていうか、まあ、なんか、まあ、まあ、俺が嫌いな形ってだけなんだろうな。うん。胃がキリキリしていく。だから俺ツイッター嫌い。すごい嫌いです。でもツイッターはね、エロい画像が見れる。エロいね、二次元はね、二次元が見れるので、見てしまいます。これはもうね、勝てない。俺は。抗えないよ。引力。とんでもない引力がね、発生して俺は吸い込まれていく。今週も一応ね、進捗やべえってなんか、進捗っていうかね、全然やべえよ、みたいなこと言ってた。まだ終わってないらしい。月タワーがね、まだちょっとね、更新されてないらしいんで、ちょっと待ちます。寝て起きたら、まあ更新されてるでしょ、ってこと、ね。いやー、破壊札、飯式。最高ですよね、破壊札、飯式ってね。いいな。つったってクソだよね、ほんとに。よくわかんねえ、政治野郎もいるし。何がいいんだか、マジでわかんねえな。ほんとやっぱ平和していこう。うん、おもろくないんだよ、基本的に。絵師。だってよ、そんな、すごい絵描けるやつが面白いわけないから。うん。そんな、すごい絵描けるやつ面白くないんですよ。だって、すごい絵描けるのに才能が割かれてるから。いい絵、綺麗な絵描けるやつだね。当然だよ。そんなね、天は二物与えませんよ。与えるときもあるけど、基本的には与えない。ああ、まあ俺はおもろ人間です。どうも。ね。スーパーユーモアです。って思ったけど。おもころめちゃくちゃ面白いなと。まだまだ俺もスーパーユーモア名乗れねえなと。胃が痛い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 。これは病気だ。ストレスか全、最近全然ストレスなことないのに。いってー、デブやべえ。まあ絶対なんか病気だ。胃潰瘍で死にたくねえな。死にたくないねえ。死にたくないよー。死にたくないよー。長生きしてから痩せるか。胃が痛いで胃に穴が開いて死んだら嫌だなー。胃に穴が開いたことでだー。もうマジで死にたくない。死にたくないな。やっぱ俺やりたいことあるし、なんでかってやっぱその、俺は自慢話しかしないんだけどさ。やっぱ俺は続ければ続けるほど面白くなっていくと思うんですよ。で、その時代の最先端のおもろ。ユーモアを取り込んでいって、面白い人たちを見て目を超えさせてね、おもろを吸収していって、どんどん面白くなって自分と見つめ合って、自分と自分で研磨し合ってね、どんどんよりよく面白いね、スーパーユーモア、ウルトラユーモア、スーパーウルトラユーモア、キングユーモアになっていきたいんですよ。うん、エンペラーユーモアにもなりたい。だからやっぱ時間が必要なんですよ、おもろ人間。人としての深みっていうか、ガキで2位と。引きこもり、これじゃ人としての深み、深まっていかない。確かに俺はおもろいですけど、深みがないんだよなって感じです。でもなんかなでも面白いもんに金くれる人ってなかなかいないのよ。金持ちって結局絵じゃん。なんで絵買うんだろう。本当に絵好きだと思ってんのかな。ああ、こういう若いやつになんか投資してんのいいなみたいな。育ててるって感じがあるって、その自己満足的なやつなのかな。だって金持ちって、あの、ユーモアのアンテナっていうか、ユーモア周波数キャッチが狭いじゃん。おもろいもんあいつら見ないからね、その人間性的な面白いおもろいんですよね、みたいな、なんかそういうおもろさじゃないんだよ。意識高い系のやつらが言う面白さで、
あいつは面白いもの何も分かんねえから、まあ俺も分からないんですけど、うん、まあ俺もそいつらよりは分かるかもしれないけど、金持ちでおもろいやつって少ないよね。もうおもろいことやって金持ちになってるやつしかいないじゃん。ずっとビジネスのこと考えてる、数字のことばっか考えてるやつが面白いわけはないじゃん。真逆じゃん。大がおもろいかって言うとおもろくはないじゃん。情報を教えてくれるだけじゃん。まあいい情報は教えてくれるけど、スーパーユーモア、ましてやユーモア、まあ、ユーモアあるかもしれないけど、超論理的人間じゃん。金持ちになればなるほどそういうのってないよね。ユーモア溢れるみたいな。ネットユーモアじゃないけど、スーパーユーモアは持ち合わせてないよねと俺は思うんですよ。はあ、胃がキリキリする。キリキリじゃねえんだよな。呼吸するたびにいてドテッポ。俺実はお腹に穴開いてんのかな。実はね。でもそういうこと言うと、え、それがお前のスーパーユーモアだと思ってるでしょ。黙ってしゃい、黙れ。本当にいで、へその出来物出そうとしたら痛いし、下向いて貧血。俺は貧血なのよ、水飲みすぎて。あー、ステーキ食べたいな。パク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 、デリシャス。チンポコの森です。いや今のはスーパーユーモアじゃないです。今のは無です。何もありません。チンポコの森ですって宣言したってね、何にもつながらない、地獄だ。いやでもユーモアの話してもね、でもよくないと思うのよ。やっぱ面白いことは語るんじゃなくて、やっぱみんな笑ってもらわないと。いや、もう面白いと笑えるは全然違うからな、結局。笑ってもらうことと、面白いものと笑えるって全然違うよな。笑い誘導じゃないかな、やっぱり。結局自分が面白いと思うものをいかに笑ってくれるかみたいな。でもそんな技術ありません。俺が面白いと思うことしています。で、てね、人殺し始めて、え、それがあなたの面白いことなのか、でだったら困る。でも全部が全部面白いと思ってるのかな。いやでもチャンネル登録者100億人の時とか、やってる時ってすごく楽しくなかったけど、やりたかったことであるあったの。嘘チャンネル登録、記念動画みたいなね。そんなやりたかったことだけやった結果、そんな楽しくなかった。全然みじんも楽しくなかった。それのそのせいで俺いつもあの動画撮ってない時にも独り言するんですよ。変人アピね。あ、本当にしてます、してるんですよ。この動画撮ってない感じでやってるんですけど、その時に、あーどうも、始まりこの度はね、チャンネル登録100万人突破ありがとうございますみたいなことが言えなくなりました。もう飽きたね。いやでも動画で言っちゃったしなみたいなこと、それのせいかちょっとでかい。その始まり出しがね、いつも俺トイレに行くまでの廊下とかね、道でね、いつもそんなことを頭の中で考えてるやばいやつなんですよ。あーやどうも、はじめきょうしろです、チャンネル登録100万人ありがとうございますとか言いながらしょんべんしてます。はい、いやーでもおもころ面白かったな。勝ったなってものじゃないけど、おもころの人たち面白いな。スーパーユーモア、スーパーユーモア集団だ。汚ね。膝の裏全然洗ってないから汚ねえし、脇も汚ねえんだよな。なんかもう黒い岩ができてるんだよ。もうパンツ見えちゃった。なんだろうな、赤がもう溜まりすぎて、1日3回くらい洗わなきゃいけないよね、脇。うん、名称忘れちまうのよ、もうどうでもよくて。うん、1日3回風呂入って体の油分を落としてね、もうちょっとね、体調悪くなっていきましょう。うん、いやまあ俺の病気的にもやっぱ風呂に入るのはいいことなんですよ。まあ、精神的にも風呂入るのはいいらしいしね。うん、ピシュ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 ヒューやることないな。喋ることがたった今なくなりました。完全になくなりました。おしまいってなるのはすごいいいでしょうね。いいことをしていこうかな。しません。麦茶飲む。麦茶、うちの作るさ、水出し麦茶、マジでガソリンの味がする。うまい、ガソリン。ガソリンの匂いを薄めた麦茶。うん、ガソリンだから本当にガソリンになるわ。
いやあんなカロリー少ないのに麦茶うめえな。麦茶うめえな。お茶って本当にゼロカロリーのなのかな。実はカロリーとかあったらしばくわ。何をしばくかわからんが。いや腰痛いな。でも一応合併号でもう来週はワンピースあるのでね、ラッキーって感じでね。あーでももう五等分の花嫁見れない。何が合併号だよ。もう嫌なんだよ、クリスマスと正月休みでさ。あーもうワンピース毎日見たい。ちょっとへー出たわ。ちゃんとしたへ、真っ当なへを出しました。わからん、への匂いはもうめちゃくちゃ臭いのじゃないとわかんない。あ、でもまあ、臭いな。普通に臭い。ちゃんと臭い。ちゃんと臭いよりは臭くないけど、臭い。おもろいスクワットしてるわ。普通のスクワットですけど。やっぱね、バランスがね、後ろに行っちゃうのよ。だからもうこう、えぇってやって。もうむずいの、スクワット。むずい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 。バランスとかがいい。いろいろむずいし、姿勢とか。うざいな。もっと楽にできないの。姿勢をしっかりやんなきゃいけないんだろうな。なんかワンダーコア的なそのスクワットの機械欲しいけど、あれ効果あんのかな。ワンダーコアって効果あんのかな。あるんだろうな別に。あでもあれは最大の負荷っていうわけでしょ。バネ全くつけないで的なやつで、ようやくバネちょっとしかつけない、もしくはバネを全くつけない状態でやっぱ通常の腹筋の3倍なんじゃないかな。そりゃひでえよ、そりゃひでえよねえ。キモ、途方もなくキモ、ガリハチに迫るキモさ。ガリハチキメえな。でもルフィのミイラもすごいけどね。うん。でもあれおもろいんだよね。やっぱガリハチとルフィのミイラ、これが差ですよ。メガネずれてる。でもナルトがめちゃくちゃボコボコに叩かれてるからなんか見たくなくなるよね。うん。でもナルトはやっぱり面白いんだろうね。でも俺はそういうなんか、俺もサムハチマジで3体してほしい。もうすごいうまくやったよ。カイドウみたい。もうワンピース脳だから俺は。うん、うまくやったよって。なんでワンピース脳なら、カイドウが言ってたんですよ。うまくやったよ白ひげのジジイはって言ってたじゃないですか。あれはどこで言ってたかな。空島から落ちた時かな多分。それか海賊ごっこの時かは分からん。覚えてないです、あんま正確には。へえ、でも空島から落ちた時じゃないかな。うん。すごいワンピースマニア風吹かせてくるの、キモ。あと大抵合ってないんですよ、こういう時言うの。おも風吹かしといて合ってないって何。うん。もうユーモアにもつながらん。地獄の時間です。地獄の時間でした。これからはね、天国が、いや、天国が良くないんじゃないか。逆にね。逆とかじゃないな。真っ当にダメだと思う。うん。地獄は地獄で、その、地獄だっていう点だけを見れば面白い。けど、天国はその、なんかもう、本当の地獄になりそうだな。天国は本当の地獄説。説とか言うなよ、なんかもう。ムカつくんだよな、何を説つけるのは。怖っ。やめなよ、ほんとに。ちゃんと精神異常者だから。よくないよ。なんでその、ちゃんと私分かってます。っていう感じ出すのやめよう。あなたは精神異常者なのに。普通の人間ぶるのやめよう。でも普通の人間ぶるの好きなんだよ、もう。おかしくなっちゃってるから、俺。もう、普通の人間ぶるのやめたら全部おかしくなるの。許してね、ほんとに。許せようじゃない。ちゃんと許してくれ。俺を許してくれ。うん。許すことが仕事です。みんなの仕事も許すことだけでいいの。あ、あとお金。もうね、みじんも金くれねえよ。誰も。やっぱさ、おもろいもんには金かけねえんだよな。やっぱ、面白いもん見てるの、基本的に貧乏人だからさ。まあ、YouTube 見てる時点で、まあ、貧乏。的なね、もう、ただで金、ただでね、娯楽してやろうみたいなね。こじきの集まりなんですよ。ルンペンです。ザコ師匠さんに毒されすぎじゃないか。うん、もうルンペンの集まりなんですよ。うん。
ルンペンの集まりです。でもやっぱり自己を肯定していきたいから、やっぱルンペンとは言えないよ。俺くらいのクオリティけどさすがに他の YouTuber に失礼だけど言っていこう。ぶっちゃけ今の発言、俺くらいのクオリティなんて来たらやっぱお金払わないとダメだよなみたいなこと言ったらマジでユキポヨ以上の YouTuber に対する冒涜になってしまいました。ユキポヨも冒涜してたけどね。あれ、テレビに言わされてんのかな。まあテレビに言わされてんなら別にいいけど、まあ言わされてなくてもね、まあすごいなって、よくこの時代なんか言うなって思うね。本当に言いたいこと言うんだなって感じ。でもなんかさ、バカっていうかさ、わざとなのかわかんないんだけどさ、一人の行動だけを見て大きくくるの何？まあそれは数字伸びるかもしれないけど、全員言ってんじゃん。柴田とかタムチンとかユキポヨだってね、いやルーズですよみたいな、いや絶対ダメ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 みたいなさ、カズキムギチャさんだってさ、タムチンは電話返さないとき、柴田は自分の生活で YouTuber 楽だみたいな、そんな忙しいアピとか騙されないでねみたいなこと言うの。まあそれはそういうやり方なんでしょうけど、うん、でも俺ヒーローを装ってるからって言ってもあんま柴田さん好きじゃないんだよな。うん、そんなにあの好きじゃないんで、面白くないからさ、そんなにあの人あれもん、あケツの穴を閉めてヘを出す。へっ、なんでそういう時に限って風量が足りんの。なめとんのか。全体的にダメですね、はじまさん。何がスーパーユーモアじゃ。本当に。ちゃんとスーパーユーモアしてくれ。噛むしね、めちゃくちゃ。もう適当なんだよ。最近やっぱそのなんかね、脳内で喋るの好きなのよ。やっぱその、喋るとすごい口が乾くの。あ、でもやっぱジュース飲むとあんま乾かねえわ。もう麦茶だと乾きますね、口の中が。なんでそんな乾くの？ゲップくせえ。ゲップだー。ルル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 ドクターピーパー。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 バン。そんななんかやめようぜ、変なことするの。やめようぜ、絶対にやめますよ。何の話してたんだっけ。一瞬クリームメロンソーダの味がした。その後毒ペパ。クリームメロン、クリームソーダ、クリームメロンソーダ、どっちかなって。マックのね、あのマックにあるんですよ、それっぽいのって思ったらね、メロンフロート、メロンファンタメロンフロートみたいなこと言い始めて、もうバカ強いなって、なめんなってザカザカザカみたいなこと言いそうになっちゃって、マジで何がフロートじゃって思って、クリームメロンソーダ的なこと言うとけって思って怒っちゃいました。そういうことで俺は怒ります。すぐ怒ります。でも笑いながら怒ります、基本的にニコーってね。でも笑うと明らかにやばそう。あー、屁が出んな。にゃ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 、出ました、整いました。整ってません。ブル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 ブ
全てを破壊する気持ちを込めたストレートを打っていきましょう。ということでね、なんと私パン1です。パンツ一丁ってやつですね。なのでちょっと布団で隠してるけど、布団にもなんかめちゃくちゃ血ついてるんで、別にあの流血マッチの跡じゃない、単純に俺の出来物はね、血が出んのよ。血みたいなものが出んの。血みたいな体の余分なものみたいなのが出てね、汚いでしょ。汚い話好きな人いないと思いますが、そういうものが出るので、あの血があのあるので、ちょっとグロテスクだな。あ、でも血ダメなのか。だから血なるべく見せないでね。ほら、俺の勝ちじゃな。逃げ切った。いやー、何しようかな。ションベン行きつつ麦茶を取りに行こう。1リットルのジョッキの取っ手がしょぼいんだよな。もっとがっちりとした取っ手がよかった。こんな補正突起じゃさ、突起取っ手じゃさ、1リットルの重さには耐えられんのよ。てなわけでションベンしてきます。
エブンダーメドン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 アパンオンノーワンウェルノードバン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 ノーウェルノードウェルノーシュジ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 ュドドドゥゥ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 ゥ歌歌うの。あ、顔も洗った。なんか知らんが、あー風呂も入ればね、スパーンとした気持ちでね、第2ラウンドいける。もうさ、この袖がよ、もういいや。いや、脇が汚いのあんま見せたくないんだよ。本当に黒いの、ここもあんま見せたくない。ここにできものできてる時あるから。あー、もう体がボツボツだって。顔だってこことかこことかできもんでしょ。汚ねえのよ、もう全体的に。ここも今バーンバチコなってるしよ。うぃっえっ、苦っ、苦っ、苦っじゃないのよ。ダメよ、そういうこと言っちゃダメよ。うん、喋ることがなりました。喋ることがなくなりました。じゃあどうするの。何もしなくていい。なくなってるのもしょうがないので、やめますかね。ちょっとなんか見てね。ウンチングスタイレロ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 バルンテイルル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 なんでも合ってるんだけど、なんかちょっと違うよね。でも別に支援でいっか。あ、なんか卑下するそんなしなくていいよな。いいよね。うん、いて、ここに眠る出来物がいてえな。ワンピースおもれえな。おもろいですね。めちゃくちゃ白装取ってました。ちょっと俺の白装が映っちゃったかもしれない。それは申し訳ない。うん、めちゃくちゃ白装取ってました。うわ、もうね、汚すぎるよ。そういうことしちゃダメだと思う。なんか好感度をわざと下げに来てんのかな。あ、なんかこういうスタイル良くないよね。いっぱい悪口言うスタイルとか敵作っちゃうからね。加藤純さんの例も見ても、うん、でも言いたいことは言いたいよね。うん、言いたいことは言いたいよね。言いたいことを言いたいよね。言いたいことが言えないからこそ言いたいのかもね。何ですかそれ。
何ですかそのキャラとかじゃない、何ですかそれ、うん、じゃあうっずっきつなんだこれティッシュ毒だパッ毒が仕込んでやりましたティッシュに明らかに痺れました。ああこれやばいな、なんか明らかに違う、マジ毒マジ毒、うん、うん、うん、マジ毒怖え、大丈夫だよね、舌ちょっとしびれてるってか、なんかいて、なんかそのあの辛口ジンジャーエール飲んだ時みたいなのがする、絶対おかしい、もうティッシュなんか頼らなきゃよかった、あ口の中にティッシュ突っ込むのダメだな、うーん怖いな、超怖え、初めての経験だよ、舌しびれてるわ、意味わからん、怖え怖え怖え、これが恐怖か、チュンチューン、マーボンバ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 ー、何もすることねえな、カラジョー元高木でも買うか、ああすごい、なんかさネタ系の人とかでさ宇崎ちゃんをいじる流れあるね、なんかもうポスターのせいだよ、ポフェミがさよくわかんねえ弁護士がさ、なんかポスターで配したからみんながすーぐずる、ひどいわ、まあ別にいいけど、よくないけどいいけど、よくないけどいいけど、でも俺はタケって人はフォローしてないんですよ、なんでかっていうと、なんかガンダムの監督名言ボットみたいなのでスマホをやってる暇はないだろうってなんかね怒られたんですよ、ジジイに、見ず知らずのそこそこすごそうな G に、あの、怒られて、ムカつきました。俺、説教が嫌いです。だから、俺、悪いことしないのに説教されるの、マジでムカつくからな。俺がやってないのになんか説教されるときあるんじゃ、ツイッター。それをリツイートすなよ！なんかもう、俺、窓瀬さんもさ、あの人も定期的にリツイートするものは、なんか嫌なのが混ざってるんだよな。ああ、そういうのあるよね。キモさみたいなね。うん。やっぱ、どうも、スーパーユーモア人間から見たらちょっとね、しょぼいものが多すぎてね、それはもうスーパーユーモアじゃないよ、スーパーユーモアを装っている人、やっぱ僕は面白いんですけど、まあ単純に面白いっていうかユーモアのレベルとかランクとかじゃなくて単純に好みじゃないかな、好きなユーモアが違うだけで、俺がレベルが高いってわけじゃないと思うな、でもあんまりなんか好きなものをね変、俗なんか普通っていうのはないじゃないんだけどさ、あのあんまりそういう変なジャンル、平沢慎みたいなのが好きで、それを言いふらすのがすごい嫌だよね、なんか好きなものは隠すっていうのは何なんだろうな、好きなものは言いふらした方がいいのかな、あんまり俺好きじゃないの、傍から見ててそういうちょっとニッチなジャンル好きですのを言いふらしてる感じが、なんかそれがあなたのアイデンティティなのかなって思っちゃって、別にこれを好きっていうのをアイデンティティにするのなんか俺あんま好きじゃないんだよ、うん、そういうのそういう集まりとか嫌い、ムカつく、なんかそういうセフレアカウントみたいのからなんていうの、馬の骨っていうそのなんかファンの総称みたいの変わりましたので、すごいチヤホヤされてる人がいたりして、そういうの見るとやっぱ全員ムカつくんですよ、よくわかんない文学的ななんか、ね、猫なんとかみたいなやつとかもなんかインリビングも全然ジャンルは違うし、よくわかんない、あの幸福の科学のなんかなんと息子とかね、総裁の息子とか、あの逆張り系の野郎とか見るとなんかムカつくんですよね、あれなんでこんな俺面白いの人気じゃねえんだろうって思っちゃって、なんで俺こんなやつらに負けてんだろうって思っちゃって、怒りがどんどん湧いてきます、でもやっぱり俺はね、その
人気になる努力を全くしない。単純に俺が面白くなる努力はしてるし、何年後も生きてるのは俺なんだろうけど、でも今人気になる努力はしてないんですよ。人気になるためにも努力だったり才能があるんですよね。やっぱり身なりだよね。ぐでんぐでんの身なりでさ、あの動画撮ってる最中さ、あのね、歯で白草ね、白草歯でね、なんかね、撮り始めるような野郎はね、女人気取れねえよ。ああ取れねえんだよ。でも女人気ね、別にいいかな。でも女人気ねえと金になんねえからな。でもアイドルの才能は俺にはないと思うのよ。うん。でも結構、でもレトルトっていう人でもなんかアイドルになれてる感じはしてるから、なんだかんだ言って誰でもアイドルになれるんだろうね、やろうと思えば。こんにちはーすみたいな人もさ、まあ、小学生人気もあるけど、ちょっとなんか囲われてるじゃん、女に。絶対。多分囲われてるよね。わかんない。アブさんだって囲われてるし。ツイッター見れば。ほんの数人の女なのかもしれないけど。キヨさんとかだって、なんかそういう人たちもなんか女層を取り入れてやっぱ生き残ってんじゃん。実況者でやっぱアイドルにならないと生き残れないのかもね。なんかすごいキヨが好きな女とかいるけどね。すごいなんか。これはあんま言っちゃいけないな、偏見は。めっちゃ叩かれてるから。うん。ムカつくやつらにボコボコされたらムカつくからな。うん。顔が張ってきた。顔洗って。水で洗って。水で洗ったら張らないっていう。ヨガね、謎理屈を持ってるんですけど。張ってますね。あ、ちゃんとまだ洗ってなかったのから、もっと洗えばよかった。洗面台クソなんだよな。低いんで、俺がそのちっちゃい頃を想定して作られたやつだから、低い。うん。めちゃ引く。かい。ピヨン。脇黒です。脇くせえの、今、脇穴開いてる。脇に出来物できたらね、脇に穴が開くんで、爆発がでかすぎると。出来物の。出来物の話しないでよ。砂とか言いそうになってきて、ちょっとなんか、嫌だな。砂ばっかり言うのもなんか違うなって思って、しないでよって言っちゃいました。いや、本当にみんな思ってると思うから。しますけどね。残念でした。何なんでしょうか。でも人気になる努力って何だろうなと思ったけど、まあ、雑談はしないことだよね。雑談よりメインの何かゲーム実況かなんか。でもゲーム実況するから人気になるってわけでもねえと思うんだよな。結局はさ、レトルトさんとかキヨさんだって人気になってる人って結局、あれじゃん。そこそこもう最初から人気な、ある人が、もう人気になってるみたいな。そこそこ数字を持ってないともう人気にはなれないよね。うん。まあ、そんなことはないんだろうけど、でもやるには爆発的な何かが必要。高一 TV さん的に言えば結局あれは YouTuber 自体にああ面白い人いるよってなって、ようやく何年かかったんだ。8年でようやくここまでかな。COVID TV。結構かかってるよ、COVID TV。レロン、レロン、レロレロレロン、レロン、レロレロン、やりたいことしかやらないチャンネルです。リクエストは受け付けません。最高！あ、もう7年やってんだ。モス。ゲームのガノン。もう1億再生くらいいったかな？わー、1億再生いってる。すんご。すごいよー、すごいよー。結構金稼いでんのかな、高知 TV さん。でも金とか言っちゃよくない。まあいいか。いいな、でも高知 TV。最高だな。でも結局、YouTuber じゃないけど、あるべき姿ってこれだよね。これを理想にしちゃダメなのかもしれないけどさ。やっぱ、なるべく、こういうものになってきたよね、みんな。でも、信念っていうか、運だよね。一応、アバンティーズ自体にさ、とか、小田陣さんが、と仲が良くて、で、その小田陣さんがアバンティーズとも楽曲をなんかやり取りしてて、で、その交流のあたりに面白い一番、高知 TV がいる。で、アバンティーズが初め社長に行って、みたいなのを繰り返していってって、やっぱり有名になるのって人のつながりなんだよな。で、東海オンエアが高知 TV、高知 TV ってバカみたいに言い始める。やめろ、敵視してるみたいなあれじゃん。うん。すごいひどい人だよな。なんかもうひねくれちゃって。
ね、そう言い始めて何コーチ TV、 コーチ TV って何ってなってて、まあコツコツ伸びてって今や30万人と。でもなんか PDR さんは俺もうあの人好きじゃないんだよ。茶番がつまんねえからさ、うん、めちゃくちゃ急に悪口言う、とんでもねえやつ。俺はあんまり PDR さん好きじゃない。うん、そもそもあの人面白くねえし、ちょっとしたさ消防なんかね、ひねくれた消防向け、俺がひねくれた消防でね、このスラング的なのを使うぜみたいにやったから、そひねくれた消防向けなんですよ PDR さんの。でもなんだかんだ言ってやっぱその面白さの価値観でね、ゲーム実況者だって中学生の最初の頃だったり小学生だったら面白いって感じだけど、今は別に面白いって感じてないしさ、結局は面白いって思う年代があるんだ。で加藤純さんがその20代とかが一番多いのかな、20代ちょっと超えたりとか、あとおじさん、ほぼ加藤純さんと同じ世代みたいな、昔から見てる世代みたいなのがあるんだろう。レロレロレロ、でも PDR さんの茶番好きじゃない、やっぱ俺人の素が好きなのよ。うん、普通の状態で PDR さんの素結構面白くてさ、なんかずっと椅子でぐるぐる回ってんのおもろこの人って思っちゃって、なんかいいなって思って、それがずっと見てたいなっていう。結構素がいいんすよ PDR さん。やっぱ人の素っていうか真面目な部分は俺は好きでね、やっぱりなるべく取り繕わないでほしいのよ。だから取り繕いすぎてる存在っていうのはあんま好きじゃない。でも取り繕うことをなりわい、だから取り繕うのが上手い人は別に嫌いじゃないんだけどさ、基本的にさ、なんかでも素人って言い方はやめた方がいいな。やっぱ YouTuber のプロじゃん。もう柴田ほんとクソだよな。どこかで俺は柴田の考え方になんか、もう柴田は昔好きだったんだよって言ったら親がみたいなこと言ってて、うるせえだろとか思っちゃってさ、ええじゃねえんだよって思っちゃってね。俺もね、そうは言いませんでしたけど、柴田が好きだった時代もあるんですよ。柴田最高みたいな、柴田の考えが全てですわみたいな時があったんだよね。うん、今悔いてますよ俺は。でまあしょうがない、その時によって好きなのって変わるからさ。うん、あおそういう感じはするよね。正論が好きなキッズはみんな見るよ。でも暗い、あがいてるんだろうね柴田さんも。でも朝倉未来さんって朝倉みくるって読むんだね。おもろいな。未来ってずっと読んでたわ。みくるって読むんだね。あだ名むが未来って聞こえてたのかな。いや朝倉未来みくるなんだね。あれ全然知らないからな。でも俺もあの人あんま好きじゃないんだよな。うん、なんかまあユーモアはないからね、別に面白くはないの。面白いんだろうけど面白くない、俺の好きな面白じゃないっていう。ユーモアを持ち合わせないと興味が湧いてこない。ユーモアっていうかスーパーユーモアね。うん、もう俺ダメじゃないか、そういう層もやってさ。でスーパーユーモア好きな層、ちゃんと芸人とか見るような、おもころとか見るような人たちも何こいつってなってるから、需要が全くないとこにポツンって立ってる人じゃん俺。何してんだろうね俺ね。そこまでさスーパーユーモアってわけでもないじゃん。スーパーユーモアなりかけじゃん。うん、何してんですかね本当に。悲しくなってくるって言った方がいいんでしょうけど全くなりません。でもやっぱりスーパーユーモアだとは思うんですけど。でもおもころチャンネルでめちゃくちゃ笑ったわ。おもろいなスーパーユーモア集団。で水溜りボンドなんか飽きてきたな、なんかおもろくなくなってきたな。さすがに旅行とか見てもピー電気グルーヴがさサブスクで見れないのなんでなんだよ。別にいいじゃんお薬やってるからってさサブスク禁止まです。なんでその色がすんの、なんでその色がすんの、あれなんでやらねー、ひどいねみんな。俺人間大統領また聞きたいな、サブスクで
YouTube のバカみてえにだけ1180円のサブスク入ってんのよ。俺広告嫌いだから、まあそのおかげで快適なんだけど、あの俺はもう、まあ前も言ってたのね、まあ前の YouTube、動画見る専用のアカウントがあるんですよ。俺の前のチャンネル本のアカウントね。だから、羽島清志郎チャンネルに広告、その YouTube プレミアムじゃない。だからつけようかなと思う。本当はちょっと、なんかファミリーなんたらみたいな会員にして、ちょっと500円、600円値は張るが、入ろうかなとは思ってる。金持ちとかじゃなくて、単純に YouTube プレミアム入ったらなんか、あの気持ち的に機能向上しそう。優遇されそう。それはないんですか？全くそういうのはないんですよ。見る専門のやつなんで、別にやる人側にメリットっていうのはあんまないんですけど。でもなんかちょっといいことありそうだよな。でもそうすると、こうでも広告ネタとか別にどうでもいいの。広告ネタとか飽きた飽きた。よくわかんない広告とかいいの？俺 YouTube プレミアム入って。俺広告ほんと嫌いなの。でもこういう職業って広告命じゃん。広告で金もらうでそれしたらなんか矛盾してるとかじゃないの。矛盾しててもいいけど別にさ。いいじゃん別に。なんで筋を通さなきゃいけないの？ヤクザじゃないんです私は。YouTuber です。ね。筋を通した方がかっこいいかもしれないけどさ、なんかやだな、めんどくさいな、なんでそういうさ、あんたが思うならあんたはそれをやればいいじゃんって話じゃん。俺はこう思うんだからこうでいいじゃん。俺はやだの、めんどくさいから。筋通すとかかっこよくはなくていいのよ。うん、それ筋を通すことがかっこいいのかってのもなんかまあまた違ってくるけど、まあなんかめんどくさいからね、通したい筋だけ通しますって言って何も通さないと思います俺は。矛盾で結構もうていうか別に矛盾してないしね。見る広告は嫌だけど広告で金食わせてもらってる。ていうか広告って何一つとして面白いものないじゃん。もう俺真面目に格好、あの格好っていうかね、広告してほしいの。ちゃんと広告してほしいのに変にユーモアをつけるから、一番世界最悪の、CM ことね、葉月ルーペね。あの最悪の CM ね。キリッみたいな。シェアでもなみたいな。最初ちょっと面白かったけど、ネットの人がいじって。もうどんどん悪くなってるよね。すごいな、逆にって。すごいなって思います。最悪ですよね、あれね。名誉毀損で訴えるかもしれない。なんか変にユーモアを混ぜた CM とかも、発狂しそうになる。真面目にさ、車の CM とかいいよね。なんかちょっとかっこいい、なんか音楽、なんかステイチューンみたいな、あのサチモスの。てんてんてん、てん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 、アルファードみたいな、みたいな。アルファードじゃないけど、多分、みたいな来るじゃん。あれかっこいいよな。あと、ウィル・キルソンのさ、チル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 ン、レチル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 ン、レチル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 ン、チルチルチルン、みたいな、あれかっこいい。俺 CM のかっこいい曲好き。うん。真面目にやってほしいよね。あと俺が一番やめてほしいのはワンピース見てるときとか鬼太郎見てるときにソニー散歩みたいなね、あれね、なんかリトルグリーモンスターだっけ、あの中で一人だけすごい歌唱力おばけいるらしいけど、あ、それが俺一番ムカつくの。何がいるって、そいつのせいであんまディスれないじゃん。すごい歌う、こいつだけはすごい別格だみたいに言うやついるなよと思うんですよ。もうさ、やめてくれって、ないがしろにできないじゃん。ないがしろにしようとしてる最低な人がね。別に俺が一人ないがしろにしたっていいじゃん。別に。あれマジムカつくよね。ソニーソンポしっかりしてくれよ、ソニーソンポみたいな感じです。ジャムちゃん、なっちゃうもん。地獄よ、ずっときつい。苦しい !CM。苦しいよ。助けてくれ。だから CM 嫌いなんだよ。一つも面白くない。ああ、もう。いや、ウィル・キルソンの CM だけやってくれ。ハニー・クラビッツだっけのあれ。あれだけ流しててくれ。先住民道具、タン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 タゴリアクみたいなさ、東京モード学園のだいぶ前のね、CM だけ流してくれ。うん。今のなんかガチンって食うやつはちょっと、やめてくれ。クリスタル噛みつくのやめてくれ、痛そうだから。うん、東京モード学園のね、サカナクションのあれに戻してください。もうそれだけでいいのよ CM なんて。あとなんだろうな、俺が好きな CM ないわ。
かぐやルナの CM もあれだし、それがもういじらないで、長虎さんのザコ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 みたいなやつか、チェーンソーマンだけ流しておいてくれ。うん、チェーンソーマン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 みたいなやつ、みたいなやつ流しておいてくれ。それだけでいいです、 CM は。それ以外いりません。おもろくないんだよな、おもろくないものあんま好きじゃないよな。ユーモアが大前提でひどいんだよ俺は。ユーモアが正義みたいなところあるからさ、ユーモアなきゃ生きる価値なしっていうね、お笑い界の赤犬ねでやらさせてもらってます。ユーモアなきゃ生きる価値なし、なんすかねそんな人ね。いてててて、ケツ痛いねー、ケツ痛いね、出来物が出て、これがユーモアだと思ってるのってみんな思われるからね。ちょっとやっぱ俺のユーモア気をつけていかなきゃいけないっていうのずっとやってる。そのユーモアの話した後にやるちょっとね、そのひょうきんなことする、あ、お前それをユーモアだと思ってるんだって思われてるよね。うん、思ってるんだろうね。うん、思ってなきゃやんないよ。いやでも癖なんだよ、痛いねーっていうの癖なの。うん、もう変なことするの癖になっちゃって、狂人になりましたけど、万歳。狂人の真似をしてたら狂人になったけど、あー狂人になっちゃったってならない、ラッキーって、よかった狂人になって。でもな、しょぼいな狂人度が、もっと狂っていきたい、死なない程度に狂っていきたいな、病院入院しない程度に狂っていきたい。それじゃ狂ってないじゃん。まあ十分狂ってますけど、でもまだ狂いが足りませんよ、やっぱりもっと狂っていかなきゃね。まあ十分おかしいよ。うん、あのね、よくわかんない人がさ、羽島清志郎が1時間半しゃべだべってる動画を YouTube に上げ続ける、気違いですよ本当に。需要完全無視ですよね。まだ宇宙人との交信を毎日上げる方が、あのね、需要はあると思う。まあ宇宙人の交信上げてるやつの方、そら需要あるよ。だっておもれえもん、宇宙人の講習毎日真面目にやるなんて。まあ真面目にやらないとかそういう話じゃなくて、普通にちゃんと更新をしてくれるのは面白くない？それはちゃんと見たいじゃん。あ、こういう更新の仕方をすればいいのかも。確率、一番確率の高い宇宙人との更新みたいなとかさ。真面目に言ってえのよ、星が。バカ言ってえや。アホか。やめさせてもらうわ。言ってててて。痛い、すごい痛いな。ちょっとね、漫才師のやめ方でやめさせてもらうかと思いきや、痛いな、痛って腰が痛いんだよ。はあ、腰痛い。はあ、腰がちゃんと痛いでござる。薬のも、ああもう嫌だな、スクワットでもするわ。飲みまーす。かい。
はい、風呂入るわ。この辺でやめとくか。いやでも今日のワンピース面白かった。でもなんかもうワンピース面白いってやついねえよな、ネットのやつは逆張りばっかだから。なんかワンピースって言っちゃいけない風潮あるよね、好きな漫画。まあ好きな漫画は、ワンピースと20世紀少年とコミさんはコミショーですです。はい、なんか三段落ちみたいなの使ってますけど、別に本当に好きです。コミさんはコミショーおもろすぎてさ、おもれっていうか可愛いのよ、登場人物が。ああ、それでもう俺もう3週目入ってます。ワンピースでも2、3週しかしてないの。まあ、頂上戦争は5週くらいしてるんですけど、うん、おもろすぎて。頂上戦争、あの密度すごっ。というわけで、あざしたって思ったけど、いや、あざしません。なんででしょうか。立って喋るのが、楽だからでございます。ということで、立って喋っていこうと思います。今これが、俺がもうチャンネル登録者1000万人くらいだったらもう、外人発狂よ。まあ、YouTube のダイレクトのね、参戦ムービーみたいな感じで。What? ほわーって発狂してますよ。もう外人発狂させるくらいな、そういう熱狂的なファンができるぐらい頑張っていきたいね。でも頑張っていこうとしたら絶対に頑張れないので。楽しいことをひたすらやっていきます。うん。でもちゃんとね、そういう仕方も模索しなきゃいけないですよ。やっぱワンピース面白いなんて、ちゃんと勉強してるからね、漫画の。才能もちゃんとあるんだろうけど、しっかりと学んでるんだよ。勉強してる、小田先生も。やっぱり楽しいだけじゃダメなんだよね。自分がしたいこともやりつつ、したいことをやるからこそみんなが面白いっていうのは何かっていうのをやっていかないとね、いいやつにはね、一流、超一流にはなれないってわけよ。薄っぺらーい。どれってことでね、急に怒る人でした。終わりません、別に。ちょっとね、ポッカレモンが常温で置いてあるので、冷蔵に入れてきます。あと、しょんべん行ってきます。テンション高っ。いやー俺の部屋めちゃくちゃ狭いな。おもろ。危ない、ない、ない、ない。そんな危ながり方ないぞ。ま、俺がやったのであるんですけど、自己中心的すぎる。ないよそんなもんは。ねえ、お前がやろうとないんだよ。お前がやったから今生まれてしまったけど、ないんだよ、うん、いや、あるかもしれない。ちょっとあるかもしれない。手つかい、めちゃくちゃかゆいですね、お尻。やっぱデブだとさ、ケツが全然拭けないの。うん、汚い話するけど、別に今トイレ行ってきたわけじゃないよ。まあ、トイレ行ってきたけどね、証明しに行ったんで。別にね、ビッグの方、いや言うなよ、大便の方じゃないから。
単純にお尻かいなって思うけど、やっぱお尻が拭けないのよ。もうなんかちゃんとした台座でもうこう一気にその気合を込めてさ、ゴシゴシやらなきゃできない。でもそんなものないのよ今。このソファーみたいに足をかける場所があって、お尻拭き拭きみたいなさ、一旦部屋まで来て拭かないと無理だよ。完璧にあのケツのねクソをね取り除くためには。なんで俺めちゃくちゃゴシゴシやるとね、やっぱ明らかに体調が悪くなる。でもなんかさ、やっぱ麦茶ってなんかウーロン茶と同じ成分でも入ってんのかな。明らかに喉痛くなるんだよな、喋ってる時。ウーロン茶みたいな感じなのかな、もう麦茶って。ちょっと飲むのやめるわ、水にする。なんかわからんけど、ウーロン茶飲んだら喉の油が取れるけど、麦茶も取れちゃうのかな。まあウーロン茶ほどは取れないけど、取れることは取れんのかもな。そんなわけないか。でも喉が、明らかに喉が渇くの。喋るのに向いてないの、麦茶うまいんだけど。でも水だとな、うちの水まずいからな、氷入れないと、なんか氷入れる前提のことになってくるな。ということでね、水を調達しに行きます。眠いよ、寝ちゃおうかな。どんもー、羽島清志郎でござんす。ビザンツ帝国とか言ってたな、昔は。そういうユーモアはもう卒業しましたよ。
でも最近になってそのラムネうめえわ、大粒ラムネ、大粒ラムネばっか食ってた時はね、食うたびになんか変な味になるんですよ。変なのって思いながら食ってたけど、今になってうめえわ。いやでもね、カルピスラムネがもう群を抜いてうまい。あー、この駄菓子のカルピスの味って感じがしてね、サワー系、白いあーゆ系みたいなのでうまい。うん、うん、ラムネはうめえにゃ。でもなんか笑うとさ、甘いもの食いながら笑うとさ、頬が痛いよね。なんか手軽に取れる幸せ上限値を超えたみたいなこと、ちょっと前まで言ってた、ツイッターで。ちょっと恥ずかしいけど、何言ってんだこれだって思われてると思う。うん、あ、おいしいな、ラムネうめえわ。うん、うん、ラムネうめえな。うん、うん、うん、うまいね。うん、うん、おいしいな。お菓子食いながら出したもんダメだね。お菓子とはもぐもぐタイムだって。あれきついよな、もぐもぐタイム。別にもぐもぐタイムやってる人はきついんじゃなくてさ、マスコミとかがもぐもぐタイムの時に撮ってるのきついよな。うん、別にもぐもぐタイムは全然してもらって構わないんだけどさ、なんか流行らせてたがるよな、マスコミは。すごいマスコミ嫌いじゃん俺。お、アロマ終わりましたね。トク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 。何？マジでやめて、本当にやめた方がいいよ。やめるわ。ピュンピュンピュン。やっぱチュミミミミンはいいね。めちゃくちゃいいですねあれ。でもチュミミミミンって言うとさ、もう明らかにそれじゃん。だから言えないよな、チュミミミミーンって。俺が思いついた、最初に思いつけるのはずっと言えたのに、いいものが。より良いもの、でもまあ言っていこうか。やっぱり人が作ってもね、人が作っていいものを奪っていきます。いや、奪っていくっていうかね。自分、さも自分が作ったかのように振る舞っていきます。チュミミミミーン！いいなぁ。ちょっと違うけど、チュミミミーンかな、あれ。チュミミ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 ミーンって言ってないよね、絶対に。まあ今のは言ってないけど。それはみんなでもわかるよ。何で言ってるかは、ね、別にいいです。いつか気づく時が来ます。その時によろしくお願いします。あ、レモン水うめえ。水の臭みをさ、レモンで消すのよ。あ、でもレモンで喉痛めるわ。ダメだこれ。ダメだこれ。ペッペレペッペッペー。ザコシショウさんのサブリミナル効果が出てくる変な音だ。次世代今風の子、多分あれにも元ネタあるんだろうけど、でな、元ネタ知ってる方が偉いみたいな風潮やめようぜ。うん、あ、そっち派なんだみたいな。黙らっしゃい、本当に。そっち派もこっち派もね、ないんです。うん、めちゃくちゃ眠いので寝ちゃおっかな。やっぱもうそろそろ眠くなった時に眠るのがいいんですよ。こういうのね、眠気を逃していつもね、すごい辛い状態が続くので、本当はね、もっと喋ってたいですがって思ったけど、若い時間を有限なので、どんどん喋っていこうと思いまーす。チンポチンポ、チンポチンポ、チンポ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 。はじまきよしろです。やっぱ若い時間の方が時間としての価値が高いんですよ。やっぱじじいになったら体にガタが来てしまうのね。ちゃんともっと筋トレしなきゃな。さっきほんの10回もできてなかった、スクワット。めんどくさいのでね。スクワット難しいんだよな。正しいフォームとか。
分からんよそんなもん。あと腕組みながらと明らかにさ、腕組みながらのなんかそのラーメンスクワットみたいな豚エンデューゴリラが言ってたけどさ、むずいな、バランス崩すんだよなあれ。豚エンデューゴリラ、あいさ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 あ。でもスクワットはいいね、楽で、始まりが楽なんだよな。ライオンプッシュアップとかさ、背中のあれとかさ、めんどくさいの。鹿に一回横になんなきゃいけない。あとさ、そのヨガマットみたいの今さ、あのベッドの、あの飛び出し防止に使ってんの。ベッドのスペース、空きスペースが、そいつのせいですごいベッドが飛び出すから、マットが飛び出すからさ、嫌で今ソファーで固定してる間の、やつを今ヨガマットなんだよな。クインクインクイン。いでででででで、いじるもんじゃねえな、できもんが。マジで喋るものがありませんので、もうね、ションベンばっかり来たくなるな。ションベンで尺稼ごうとしない、尺とか言うのやめなよみたいなね。いいでしょ、言っても言わせてくださいよ。ああ、いやでも別にそういうわけじゃないんですよ。もうすごいションベンに行きたい。もう水よ、いっぱい飲むんですよ。うん、一人称どうしようかな。スチュモンとかシャレザルとかさ、スチュモンもストチュールモンですかね。まあ俺、僕、私、わす、わし、われ、小生、一番言っちゃいけない。これは一番言っちゃいけない。あたし、チンポということでね。チンポ好きですね。チンポってやっぱ一人称にならないんだな。じゃあうんちはどうかな、うんこはどうかな、ちんちんはどうかな。何やってるんだろうな俺は。こんなことしてちゃいけないと思う。こんなことしてずにね、もっとまともに話した方がいいと思う、雑談は。いや就職とかじゃないんだ、いや仕事してくないので、ね、それは絶対にありえないんですけど、仕事したくはないね、うん。やっぱりね。仕事したくないでね、みんなからお金をね、ちょっとずつ、いっぱいの人から100円をかき集めて、やっぱね、暮らしていきたい。そういうのみんな考えるでしょ。だから俺がやるの。みんなはやるけど実行はしないでしょ。みんなが1円くれたらさ、1億人の人が1円くれたら、ねえって。だから俺もちょっと、資金ハードル下げていかなきゃね。100円を俺多分払えると思うのよ、みんな。俺だって手前のようだ、100円。200円までなら払える。毎月あいつが何もしなくても。300円でもね、300円ちょっと払えないかな。200円ならね、別に何もしなくても払えるわ。対価なくても。うん。俺の支援者誰一人いないの。すごくね？逆に。こんな情熱的に活動してるのに。俺情熱的にもしかして活動してない？ね、結構さ、しっかりと喋ってるけど。まあ、それもさ、もう、発狂してるとこね、あの、カメラに見せずね、申し訳ございません。全く思ってないのでね、あの、適当に言ってました。ねえ、まあね、でもね、金をさ、金もらうぜーって言い始めてから、だから、なんかもう状態としてはあれだよね。なんか、なんだろうな。バズお兄さん、バズレシピお兄さんのクラウドファンディングみたいなさ、そういう状態だよね。やっぱダメなんだな、好きなことしてるだけじゃ。まあ好きなこととか、好きで楽しいことを続けてますけど、まあまだまだってことで、だってまだチャンネル登録184人だっつうの。まあ俺のメインチャンネル2引いたら182ですけど。でもガキンチョ相手にしてるつもりはないけど、やっぱそのさ、コメント欄、コメッセイさんがさ、の売名経営で言って184人なわけ。やっぱ全然伸びないね。やってるだけじゃ。やっぱよくわかんないじゃん。パープルタヌキだっけ。え、最近あげたのなんだっけ、パープルタヌキじゃないよな。やっぱ誰一人として見てくれない。え、なんか一個の動画見てる気がするけど、まあ、俺チェックしてないな、多分動画。動画チェックしてないから二人くらい見てたり、一人は必ず見てたりしてるけどさ。絶対そんなに俺のこと見るって性対象として見てんじゃん。もう、性的対象として見てんじゃん。いや、性的対象として見るなら金くれなあ、ただでやるな。うん、
価は払えよ。ちゃんと性的消費をするんだったら罪悪感が消えるかもしれない。それでちゃんと1000円とかね、何千円とか払えばさ、もうああもうフルパワーでできるって考えたらお金くださいね。うん、ちゃんとお金くださいよ。うん、本当にただでやるなよ。うん、罪悪感なくなるから。罪悪感ないからただで見てんだろうな。くそー、小じきどもをどうやって奮い立たせればいいんだよ。どうすりゃいいんだよ。商品一お金0円って言ったって100円くらいはさ、どうかできないもんかね。もうくそ、そういう文化がないんだよな、日本チップ文化みたいな。俺はすごい今もうそういうのに慣れてるけどね、えダメなもんはダメとか言うようなクソ親ばっかだからな。でもしょうがないよ、あの俺の T シャツを買うのをダメっていうのはそれはちょっとわかる。本当は買ってほしいけど、俺は俺のこと好きだから俺の T シャツ買うのはね本当にいいんだけど、でも真っ当な感性を持ってたら俺の T シャツは買わせない。うん、でもそこはすごく正しいけど正しくない、俺的には良くない、より良くはないよ、でも正しいよ普通の感性で言ったら。うん、確かに対価としては見合わないけど、だって俺の服外に着れないんだもん。うん、外で着れない服しかないもん。ふざけて着る用の服しか売ってない。外で全く着れない服って面白いね。こんなにも外に着ていけない服ってあるんだね。俺はなんかよくわかんないね、お母さんが買ってくれる服しか着てません。でも自分の服はね、あのすずりで作るとめちゃくちゃできるのよ。あのフルプリントだと XL しかないからもう俺痩せなきゃいけない。このさめっちゃ顔がついてるやつ、チャララ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 ラみたいな、これ、ね、めっちゃ怖いでしょ。今急に見たら恐怖だろ。これはねすごいちっちゃいの、チャイチーなの。あと両面印刷もしなきゃいけない。両面少な、全然関係ないこと言いました。両面印刷高えの、1000円くらい値上がりする。だからそのさ、夏とかで1000円安い時にフルプリント T シャツ買うわ。やっぱ片面だけだと物足りない。これも両面になったらフルパワーで俺できるよ。夏までには痩せよう。ちょっとやっぱ筋トレのさ、頻度もちょっと上げてから、やっぱり毎日筋トレしなきゃいけない。毎日筋トレはできねえよ。デブと精神病、精神病のせいにするなら、うるさいうるさいうるさい。俺はちょっともうね、軽い打つかもしくは打つなんだよ。風呂入れない人間なんですよ、俺。あの、風呂入るのにね、海洋圏みたいなね。あのナッパが行くかみたいな感じでベチベチスパーキングみたいな感じじゃないと無理なんですよ。力むみたいな、海洋圏くらいね、海洋圏を使ってようやく風呂に入る。うん、そういうのなんですよ。みんなでもなんか海洋圏の時やるか、あーめんどくさいけどやるかって時あるじゃないですか。それが風呂とか歯磨きだったりとか小便だったり、俺は小便行くたびに多分ストレスかかってる。小便別に行きたくないのね。でもいっぱい水は飲むじゃん、やっぱ喋ってるから。あ、レモン良くないな、明らかに喉に悪い。美味しいけどやっぱメリットとデメリットありますね、物事には。あーちょっと冷たい飲み物を飲みすぎてちょっと風邪になった、口が、鼻が風邪になっちまったよ。あー、おしっこプシッ、なんじゃそれ。もうおしっこ行きたいけど我慢したら変なカスみてえなね、気質のカスみてえなよ、ギャグができちまったよ。残念でならない、羽島恭志郎の品位を下げるっていうか格を下げる、やっぱ自分を安売りしている、そういうことや絶対違いない。みんなは やらないようにして、俺はこれからもやっちゃう。今はもう深夜のテンションをあの朝に持ち越してるので、朝に持ち越しタイプ深夜テンションなんですね。座っちゃるで、腰痛えけどよ、腰痛えけんどよ、座っちゃるでいい。お尻にねスーパー座布団引いて、俺の勝ちや、バキン、あふん、あ、バキンっていうのはあの腰がね粉砕した音です。なんともう2時間も喋ってますね。ちょうど2時間。バカじゃないですか。ちょっと似てるね、コービーのものまね。バカでーす。2時間もやったら誰も見てくれないんだよ。もうさ、ダメなの。
10分くらいにしなきゃ。俺も見ないよ。さすがにクッキーさんの動画でも6時間の見ないのと一緒で、俺の動画2時間は誰も見ないのよ。みんみたいなね、千鳥みたいなノリで言おうと思ったけど、千鳥さんに失礼だしね、そこら辺の千鳥のノリ使ってくる大学生みたいな同格、格落ちは嫌だなって思ってね、プライドを優先してね、見ないのよみたいな。これもあんま変わんないか。見ないんですよね。これも違う。全部違う。違う、絶対に違う。普通の水にした方が良かった。レモン水は明らかにダメ。うわ、なんか特報 ASMR さんがさ、なんか物食べた時にうわっていうのがあざといっていうのでちょっと炎上してたから、俺が特子さんが本当はやりたかった分までの唇ビルペロやっちゃうよ。うん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 。俺何もなくなったの？何してんの俺？もしかして何もなくなっちゃった？なんかもう無敵じゃん、もうこんなことやり始めたら。いや、無敵の一歩か二歩手前。チンポで出したらさすがに無敵よ。もうめっちゃケツいて。できもんがケツにできんのよ。やっぱね、群れんのよ、ケツ。ずっと座ってるから。ああ。とにかく笑えれば。最後に笑えれば情けない帰り道、はははと笑えれば、にっと笑ってるね。あ、口呼吸するから口が乾燥するんだ。喉痛い。いや、レモン良くない。レモン汁入れんの失敗した。パイしたーパイオツーかいでー。なんか コナンとかあるよね、そういう前振りみたいな CM の時。はい、どうも皆さんこんにちは、やる気満々ブラザーズです。かっこ一人かっこ一人。ええ、それが面白いじゃないですか。あれ、アハメさんのそのユーモア卒業したじゃないですか。なんで変なキャラが出てくるの突然。あ、腰痛。あ、もう寝るわ。やっぱさすがに2時間よくない。人道的じゃないよ。これからも羽島恭志郎の自己満足にお付き合いご自愛ください。社会人、社会経験がないので、敬語っつうかなんかそういう言葉が全くできません。お付き合いいただいてご自愛、うんちうんち。うんちうんち、ちんぽ、うんち、ちんちんちんち。うんちんぽ、ちんちん。まあ、これで終わるわけにはいかないので、まあ、全然終わる予定ではなかったかのように喋ります。いや、そのさ、ケツをさ、地面につけて喋ると、痛えからちょっともうね、この、どっかにある大仏の、スタイリングでいくわ。なーにしようかな。ふーじこちゃー。俺は何？何なんですか？俺は羽島恭志郎です。お願いします。あー、また腰の痛えのが再発してきたよ。ボギッツの。あ、絶対痛え。痛えからちょっとやめちゃうわ。いやー、立ってた方が良かった。でも立つのだりーからな。やめるわ。最後にね、おならをプレゼントします。おならするよって言った時のおなら、だいたいしょぼい説。説言うな。説が体に染み込んでる。吐き出せ、吐き出せ。脱水、脱水。あ、出ない。ああ、うんこが出そうだ。うんちが出ちゃうとね、ちょっとより良くないので、より良い座標とは真逆のね、邪悪な座標に、なってしまうので、
やっぱ邪悪な座標は嫌なのでね、邪悪な座標を回避するためにおならを出すことをやめ、放棄します。チンチンポーということで、はじめきよしろうでした。にっかり、にっかり。